今回ね、原価で、販売したいなと思ってます。実は4月ぐらいから取り組みはさせていただいてまして、僕で178センチ、まあ、64とかぐらいなんですけど、はい、本日はですね、原価 T シャツについてお話していきたいなと思います。ということで、今回原価の T シャツっていうのを僕の方で販売させていただいております。まあ値段から先言うと536円なんですよ。で、まあ今僕がこれ着てるやつもそうやし、こっちにもあるんですけど、サイズが S から S、M、L、XL っていう4展開あって、税込み536円と、あと送料代っていう感じで、まあそれ入れても1000円はいかないと思うんですけど、それがね、多分皆さん結構聞いたことあると思うんですけど、ユナイテッドアスレっていう T シャツ、よく YouTuber とかがグッズで作ったりしてるんですけど、今回ね原価で、販売したいなと思ってます。っていうのもなんで原価でするんかっていうと、そもそも今年の正月に震災あったじゃないですか。で、まあ石川の方とかで地震があったっていうこともあって、そういう方で被災されたとか、そういう方に向けてなんか着るものがないっていう方も いっぱいいらっしゃると思いますので、なんか力になれないかなっていうことで、まあせめてこういうのを、まあ、原価で仕入れれたら、原価で流せたら喜ばれる方もいらっしゃるんじゃないかなっていうことで、実は4月ぐらいから取り組みはさせていただいてまして、その4月から毎月こう入荷するたびになくなるんですよ。で、入荷するたびになくなってて、多分ほんまに困ってはる方の元に行ったりとかしてたんやなと思うんですけど、ただあくまで購入された方がほんまに被災された方どうか僕は分からないんですけど、一応まあうちの弊社の弁護士とも喋ってる中で、あくまで自己申告やからこれ疑い出したらキリないですよって話になって、でそれで行きましょうということで言ってます。で、ちなみにこの原価 T シャツ、原価って僕納品書も商品ページで出しますから、536円で仕入れたの536円で出してるっていうことで、普通に考えたらやばいんですよ。頭ね、こんなことしだしてやばいんですよ。やばいからほんま明日上がんねんけども、言っても僕が社長でやってるから、僕がゴーって言ったらゴーなんですよ。だから誰の指示も誰の顔色も伺わずに、僕がいけるって言ったらいけるので出してます。洋服困ってるよって方なんかいらっしゃったらね、ぜひこの機会に使っていただけたらなと思います。一応生地とかの紹介すると 5.6 オンスの生地感になってます。まあ僕今1枚で着てるんですけど、どうですかね、形拾ってる？こうやって貼ると結構拾うかなと思うんですけども、まあ何も着るものがないっていうよりかは全然マシだと思いますし、これからね夏場に向けていいんじゃないかなと思います。ただそんなに、まあ僕が普段 YouTube で紹介してるような生地に特化してるとか、すごい縫製がいいっていう感じではないので、あくまでその短期的に着るもののつなぎとして使っていっていただけたらいいかなと思ってて、やっぱり洗濯を繰り返すとね、もうだいぶよれてはくるんですよ。でもそれは仕方ない、値段的にもそれやから、まあ、それは仕方ないんで、今回はいいものを皆さんに見ていただくっていうわけじゃなくて、あくまでそういう取り組みをしてますので、それで困ってる方がいらっしゃったらご購入いただけたらということで思ってます。だから僕にとって別にメリットっていうか利益は1円もないんですけど、まあ今までね僕北陸の方に励まされたりとかしてることももちろん全然あるし、北陸以外の方にも励ましていただいてるから、でもし力になることがあればっていうふうには思ってるので、これがどう思われるかちょっとわからないんですけど、まあ、そういったことで原価 T シャツということでやっております。まあキャッチーやしね、名前からしてキャッチーじゃないですか。でこれ普通の企業やったら GO 出えへんから、絶対にもうみんな止めにかかるけども、僕がいいって言ったらいいんですよ。だからもうそういう会社やからやってますので、まあ、原価 T シャツっていうのを毎月1日から販売します。だから7月の1日、8月の1日、9月の1日みたいな感じで、とりあえず夏だけやろうと思ってるので、それでもう需要とかあったら継続してやろうと思ってるんですけど、一旦復興はもう間に合ったよっていうことであれば、まあ8月とか9月で終わろうかなと思ってますので、そういった取り組みをしてますということで、原価 T シャツという名前になってます。まあ、今ちょっとこれインしてるから分かりづらいという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕で178センチ、まあ、64とかぐらいなんですけど、L サイズでこんな感じですね。着用画像とかも出てると思うんですけど、妻のサイズ感でいいんちゃいますかね。L やったら L やし、でまあオーバーに着たいとかって言ったらもう一個上なんかな、ちょっと分からないんですけど、まあ基本これオーバーに着るようじゃないので、普通に着るようとして多分作られてる大きさなんですよね。で、ユナイテッドアスレによって他にも8オンスのやつがあったり9オンスのやつがあったりするんですけど、そういうのとかはちょっとボックス型の、要はオーバータイプというか、こうゆったりしたシルエットもあるんですけど、まあ、これに関してはそういうやつじゃないので、まあ、いつも通りのサイズ感で選んでもらったらなと思います。で、一番よれてきそうなとこどこっていうと、もう首ですね。首がちょっと心配。結構よれてきそうやなっていう感じはあるんやけど、その辺もね、考慮していただいた上で選んでいただけたらなというふうに思っております。まあなんかね、いろいろ考えたんですよ。ジャパンメディアって僕ブランドやってるから、それの一部を寄付するっていう形とかもどうかなと思ったけど、結局それって、それを目的に買ってもらうことにもなったりもするから、もうそれやったらもうそういうの関係なく、普通にそれだけで流した方がいいんちゃうみたいな、ここで利益取らんようにした方がいいんちゃうっていうふうに今僕は思ったんで、こういった形で還元できるかわからへんけども、やってるということになっております。ただね、皆さんこれ見ていただいていろんな考えがあると思うんですよ。だからいや俺はそう思わんとか、いや俺は違うと思うっていうのはね、ぜひコメント欄でいただけたら僕も一つ勉強になりますので、あ、なるほど、そういう考えの方もいらっしゃるんやっていうのがわかりますので、お待ちしております。ちょっとこの裏話もう一個だけあるとしたらね、これ原価で出すってなった時に1円も誤差があったらあかんって弁護士に言われてるんですよ。536円で仕入れてるのに537円で出したら、1円の利益でも出した瞬間にそれは嘘ついてるから消費者法かなんかに引っかかってくるってなるし、
1円でも逆に下回ってもあかんって言われたんですよ。530、例えば7円やのに536円で出したら、それは嘘やって原価じゃないっていうことになるので、それもきっちり合わせなあかんっていうのを結構こっぴどく言われますので、そのあたりはまあ安心していただけるんじゃないかなと思っております。で最初1円にしようと思ったんですよ。1円 T シャツっていうのも面白いなと思ったんやけども、なんかそれはそれで法律的にまた問題なこともあったりするらしくて、僕は OK 出してもそもそも法律があかんとかっていうのもあったりするので、まあなんかできひんこともいっぱいあったんですけども、一旦こういう形で原価 T シャツっていうことを押し付けましたんで、例えばご友人とかで被災されたとか、あとまあご家族で被災されたっていう方なんかはね、こういうのを困ってはったらですけども使っていただけたらなということで、本日はですね、原価 T シャツについてお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。